私が洗いますから、源次さんとカノン君は少し休んでいてくださいな。何か飲みます？私は結構。カノンは？僕も結構です。お二人とも早朝から大変だったでしょう。参ってしまうのも仕方ないことですよ。ひどい死に方を。死に方のことは忘れなさい。ただ運がなかっただけだ。そうですね、ただ運がなかっただけです。シャノンちゃんが死んじゃったなんて未だに信じられませんよ。本当にかわいそうに。もう会えないなんて嘘みたいですよ。もう一度あの子の笑顔が見たかったのに。どうしてベアトリーチェ様はシャノンを。生贄が欲しかったなら他にも大勢いただろうに。どうして、どうして。ただ運が悪かっただけだ。少しの運がたがえば。シャノンの代わりにあそこに横たわっていたのは私だったのかもしれないし、お前だったのかもしれない。あるいは他の誰かだったのかもしれない。全ては運命だ。源氏様、奥様の部屋の扉に血のような跡がついていたとおっしゃっていましたね。シャッターに書かれていたのと同じもので。うん、気味の悪い跡だった。まるで血のついた指でドアノブを引き抜こうとするかのような。部屋、扉をかき破ろうとしたのか。そんな気味の悪い跡だった。ベアトリーチェ様が奥様の部屋を訪れて、そして扉を開こうとしたけれど開けなかったということでしょうか。奥様は生贄を免れたんだ。もし奥様が選ばれてたなら、シャノンは死ななくて済んだのに。面白そうな話じゃねえか。俺も混ぜてくれよ。バトラ様、これは失礼いたしました。便所って言って抜けさせてもらったのさ。ずっとあの部屋に閉じ込められてると窒息しちまいそうだったからな。水でも飲ませてもらおうかと思ったら面白そうな話が聞こえてきたんでよ。頭なんか下げなくていいぜ。今の話の続きを聞かせてくれよ。今のは別に。ちょいと前から話は聞かせてもらってるんだ。今さら隠すなよ。だから単刀直入に聞くさ。ベアトリーチェってのは何者だ。どうやらおとぎ話の魔女ってだけじゃなさそうだな。
夕べまでなら俺は無関係さ。だがな、今朝からは違う。親父たちを殺された時点で俺は立派な関係者だ。俺にもそのうさんくさそうな話を聞かせてもらう資格があるはずだぜ。バトラさん、手を離してやってくださいな。別にカノンさんは隠しているわけではないのです。じゃあ話してくれたっていいじゃねえか。仲間外れたら寂しいぜ。お話しすることはできます。ただバトラ様がお気を悪くなされるかもしれませんので、カノンは躊躇しているのです。躊躇なんて男らしくねえぜ。内緒にされる方が気持ち悪いさ。聞かせてくれよ。どうせ明日までできることはないんだ。多少はうさんくさい話の方が退屈も紛れるってもんだぜ。わかりました。何でもお聞きください。お話しします。ああ、じゃあ聞くぜ。ベアトリーチェってのは一体何なんだ。俺が知ってる限りではロケン島の森に住まう魔女ってことになってる。森に入ると危ないからってんで、ばあ様あたりが作り出した脅し話だって聞いてる。違うのか。いえ、違いません。その通りです。ベアトリーチェ様はロッケン島の森に住まわれる魔女であらせられます。バトラ様、にわかには信じられないでしょうが、ベアトリーチェ様は存在するのです。親方様に莫大な黄金を授け、長いことおそばにお仕えした実在する方なのです。はあ、よせやいよせやい。じい様の受け売りを言うのも給料のうちだってのか。なるほど、ゲンジさんが断るだけはあるぜ。こいつは確かに正気じゃ気を悪くする。つまりベアトリーチェっていう名の人物は実在するんだな。はい、親方様がこの島にお屋敷を構える以前からずっとお仕えしている方でございます。おそらく私よりも長くお仕えしているでしょう。なんてこった。キリエさんの仮説は外れたな。爺様にベアトリーチェという名の腹心は実在したってわけだ。そいつは今この島にいるんだな。はい、いらっしゃっていると思います。曖昧な言い方だな。ってことは昨日今日そいつの顔を見たってわけじゃなさそうだな。はい、大変申し上げがたいのですが、そのなんだよ、そこで切るなよ。寸止めみたいで気持ち悪いぜ。お顔を見ようにもベアトリーチェ様にはお姿がありませんから。お姿が？なんだって？ベアトリーチェ様にはお体がありません。ですからベアトリーチェ様がお望みにならない限り、私ども凡庸ではお姿を見ることすら叶いません。ベアトリーチェ様が人の姿をされていた頃の絵があの肖像画のものなのだとか、そのお姿を懐かしみよく肖像画の前に佇まれているそうな。ベアトリーチェ様は時折輝く蝶の姿に身を変えられて現れることがあります。万一お屋敷の中でお見かけした場合には、
決してその後を追ってはならない決まりです。追えば不幸があると囁かれています。その禁を破り大怪我をして辞めた使用人も実際にいます。おいおい、マジかよ。アントラン、本気でそんな話をしているのかよ。バトラス様、すでにベアトリーチェ様がお越しになっておられます。そのようなお言葉はよろしくないかと思われます。ベアトリーチェ様はご自身を冒涜される方を好みません。その存在を疑えば必ずや不幸が降りかかるでしょう。バトラさん、気持ちの悪いお話とお思いでしょう。ですがね、ベアトリーチェ様はいるんですよ。います。それを疑われることを。ベアトリーチェ様はことのほか嫌われます。わかりませんか、バトラ様。ベアトリーチェ様は今すでにここにお越しになっております。おいおい、よせよ。俺そういうのは弱いんだぜ。脅しっこなしにしろい。バトラさん、お願いですから、ベアトリーチェ様を冒涜することはおやめください。悪いことは申し上げません。え、いや、いるって言われてもよ、俺には何も見えないぜ。今俺の隣にいるとでも言うのかよ。冗談よせやい。は生まれつきだよ。バトラは生まれつき波長が合わないタイプなんだよ。だから見えない、会えない、話せない。ベアトリーチェの一番嫌いなタイプだよ。ベアトリーチェのことが知りたい？ベアトリーチェはね、千年の魔女なんだよ。あらゆる悪魔を使役し、錬金術を極め、賢者の石を生み出し、莫大な黄金を生み出すことができる。おじい様は彼女と契約することで、後ろ宮家に莫大な富を築いたんだよ。昨日私がベアトリーチェの手紙を読んだでしょ？あれは本当なんだよ。ま、バトラに信じろと言っても無理な話だろうけど、六感が生まれつきさっぱりみたいだからね。なんだよそれ。魔女？悪魔？そんなの誰に聞いたんだよ。ベアトリーチェ本人に聞いたんだよ。マリア、聞くだけ野暮だろうが、もう一回聞くぜ。昨日、マリアにあの手紙を渡したのは誰だ？ベアトリーチェにもらったって、何度言えばわかるかな？わかんないよね。見えないんだもんね。信じられないもんね。バトラ、まだわかんない？ベアトリーチェ様が、いるのが。いるって、どこにさ？だから、ベアトリーチェ様が、ここにいるのか。
トリーチェは千年を生きた偉大な黄金の魔女。でも波長の合う人間にしか自分の姿を見せられないし話しかけられない。だからね、それがとても悲しいんだよ。だからバトラみたいな生まれつき魔法のセンスもかけらのない人に存在を否定されるのがものすごく嫌いなんだよ。バトラは幸運だよ。昨日私にお守りをもらっていてよかったね。それを身につけていなかったら今頃ベアトリーチェのどんな呪いが身に及んでいたか分かったものじゃない。本当に幸運なんだよバトラは。あのサソリのキーホルダーかよ。あれって安っぽい景品か何かだと思ってたんだが、ちとはご利益あったってことなのか。それがなかったら今頃バトラがあの倉庫の中で顔面を砕かれて生贄にされていたんだよ。幸運だったよバトラは。そうか、あれがなかったら俺は今頃殺されてたってのか。なんでバトラはベアトリーチェを信じないの？